しまった椿の花みたいに、おそらく観念したんだな。君はいつものように電話に僕を呼び出し、僕を笑わせた後で宣言をしたのだった。お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。そちらから電話を切ったから、君はもっと他のことも言おうとしてたんだろう。初めて気づく運命みたいに、僕にも悲しみが湧いてきた。君はこれから僕に気軽に電話をしなくなり、僕の退屈さを救ってくれる。いなくなったのだ。お料理を習うのもまんざら捨てたもんじゃないよ。突然とても確かになったのは、取り残されたのは僕だったということなんだ。